オニクスグランプリは1989年から1990年にかけて海一に参戦していたレーシングチーム。創立者はマイク・アール、デビッド・パーレイがオーナードライバーを務めるレックは1973年よりフォーミュラアトランティック海5000界2に参戦。1977年にはコンストラクターとして海一に参戦するも パーレーの事故によりチームは活動停止となる。主要メンバーだったマイク・アールとグレッグ・フィールドは1978年末にオニクス・レース・エンジニアリングを設立。1980年よりマーチのカスタマーチームとして活動し、ジョニー・チェコットやリカルド・パレッティラがドライブした。1982年はマーチ821で、会一にプライベート参戦するも、 エミリオデ・ビロタが5戦連続予選落ちとなる。1983年に向けてパレッティと共にカイ一に参戦する計画を立てたが、1982年カナダ GP でパレッティが自己死したため実現しなかった。1983年以降はマーチのロビンハードからカイ2のワークスチーム運営を任され、クリスチャン・ダナーやエマニュエル・ピッロがドライブ。国際会3 0では、 トップチームの一角として君臨し、1987年にステファノ・モデナがシリーズチャンピオンを獲得。チームは1989年にイチへステップアップした。ベルトラン合唱参戦初年度はアラン・ジェンキンス設計のオレイチを製作し、エンジンはコスワース DFR を搭載。タイヤはグッドイヤー。ドライバーはリジェからステファン・ヨハンソン。 国際会三千に参戦していたベルトランガ賞を起用。メインスポンサーはオーナーの実業家のジャンピエール・バン・ロッセムが経営する投資会社マネートロンであった。ロッセムはその怪しげな風貌で後期の目を集める存在となる。この年から39代が参戦ということもあってチームは予備予選からの出走となった。新興チーム予選び 予備予選落ちが多かったものの、マシンの戦闘力は高く、ヨハンソンがたびたび構走を見せた。第7戦フランスグランプリにて5位入賞、第13戦ポルトガルグランプリでは3位と、新興チームで唯一表彰台を獲得し、コンストラクターズ選手権も10位と記録を残した。前年の成績で予備予選が免除され、マシンは前年型の改良型れ1バイトを使用。 エンジンは引き続き、コスワース DFR を搭載、タイヤもグッドイヤーを装着した。ドライバーは、ヨハンソン、第13戦から参戦したレートを起用するが、第3戦以降ブラバムからグレガー・フォイテクが移籍し、ヨハンソンはシートを失った。前年の実績が無駄になるように、チーム体制は弱体化に向かった。創設者のマイク・アールやデザイナーのアラン・ジェンキンスらが、チームを離脱。 ポルシェに V12 エンジン供給を打診するもジャパンマネーの注入で資金力豊かなアローズに契約を奪われた。会一に興味を失ったバン・ロッセムは経営を去り無限の利益と配当を保証すると懸念されていたマネートロンは詐欺で告発されバン・ロッセムは逮捕された。スイスの高級車メーカーのモンテベルディの創業者のペーター・モンテベルディやカール・ホイテクラが 新オーナーグループとなり、立て直しを図るも成績は低迷。ドイツ GP より、チーム名をモンテベルディオニクスに変更するも、第10戦ハンガリーグランプリをもって、会一から撤退することになった。会一会3 0ありがとうございます。